秋代の新四福新四とは、隋から北総中期にかけては、家居の六家の一つ。王安石の改革で、新四家以外が廃止された後は、家居の東大物を指し、以降の南宋から清市まで続いた制度である。隋代の初めに家居が開始されたが、605年に新四家が設けられた。隋、唐の時代は、新四家と妙業家で試験が別になっていた。妙行家では、 儒学の知識と事務作のみであったが、紳士科ではこれに主婦が加わった。紳士科は試験が最も難しく、1回に取られる人数は2から30人と、妙業科の10分の1であったため、最も重んじられ、地位は他の都がよりも高かった。妙業科は30歳でも年より、紳士科は50歳でも若い方という言葉はいかに、 紳士家が難関であったかを示している。僧の家挙制度も、開始時は、紳士、妙業その他の都がが設けられていたが、王安石の改革で妙業などの所家が廃止されて、新士課一課となった。元で家挙が開始された時も紳士家のみで、名、清もそれを受け継いだ。そのため家挙の塔、大社のことを紳士と称するようになった。民進では、 電子で選ばれた、当大蛇は三項に分けられた。一項は、上限、傍眼、単価の三名で、紳士球代と称し、二項は、若干名で、紳士出身と称し、それ以外の三項は、同紳士出身と称した。世間の人々はそれらをまとめて、紳士と呼んだのである。ありがとうございます。